準備スタート。はい、始まった。じゃん。じゃん。なんでしょう、これは。たい焼きでーす。イエーイ。もう食べたくてたまらんって。はい。今日は、これから、お花見に行きますよ。お花見、たい焼きとともに。家の近くの桜を見に行こうと思います。はいはい。天気がいいんですね、今日は。めちゃくちゃ。確かに。え、かじっていい？いいよ、食べたいみたい。コウコさんもたい焼きを食べます。どうぞ食べて。いただきます。はい。さあ、どこから食べるかな。たい焼きは魚の形してて、尻尾から食べるか頭から食べるか人によりますね。はい、私は頭から食べます。も私も頭食べたい。なんか頭から食べた方が頭良くなるとか言わなかった？あ、言うよ、ね、言ってたよね。言ってた。今3月の27 日曜日です。なんか日本は、東京はだいたい3月の終わりぐらいが毎年桜が満開で、うん、ちょうど今日桜が満開というニュースを見たので、うん、ね、急遽桜を見に行こうとしてます。イエーイ。咲いてるかな。なんかね、ちょうど2週間ぐらい前ね、全然咲いてなかったんだよね、そこ。そう、なんか本当に桜ってタイミングをね、一歩間違えるとすぐ散っちゃうからね、うん、でもあそこ咲いてたら結構穴場スポットだと思わない？うん。この赤は何？梅？梅の花が大きい梅にしてる。綺麗ですね。ちょっと待って。梅かどうか、ちょっと待って。平和です。確かな情報を与えられない。日本は平和です。カスタードがひどいことになっている。見て。べちゃって。美味しそうだけど。うん。うま。日本は平和です。いや、はい。はい。あー、路面電車いないかな、ね、わー、すごい綺麗。わー、すごい。え、めっちゃすごい。あれ、あ、ここか。ちょっとびっくり。路面電車、道路を走る小さな電車です。小さな駅が道の真ん中にあります。うん、うん、はい、来ましたよ。素晴らしい。じゃーんって見せる。せーので。あ、見て、3ウィーディングしてる。2 1。え、ウィーディング。じゃーん、きれい。わ、素敵。素敵すぎる。すごい綺麗。最高。見て、後ろも全部。すごい。何や。それな、まずそれな。どっか端っことかに書いてそうだけどね。獣橋だけど。わかんない。そこ、あけぼの橋。あけぼの橋からめちゃくちゃ桜が綺麗に見えます。でも見て、ここの道とかもすごい。素晴らしいですね。めっちゃ綺麗な。てか、本当に咲くんだな。広い。マジで満開じゃん。すごいね。すごい綺麗です。すごい。こんな感じ。たくさんの人が集まってます、桜を見に。ねえ、満開。そう。じゃあ行きますよ。はいはい。人がたくさんいる。
何の川なのか。これアップした、アップした。きれい。え、みかん。え、本当だ。見て。何あれ。本当だ。これは何でしょうか。みかんですか。オレンジですか。デコポンかな。ゆずかな。デカさ的に発作とか。ゆずとかかな。ゆずにしてはデカポン。発作。綺麗だね、とても。なんかこう天気もいいし、桜見ながら歩くのが日本人は大好きです。ここで一つ、私は春生まれなんですけど、お母さんが桜ちゃんとって名前、悩んだらしいです絶対勇気でよかった桜っぽくないよね、どう見ても桜っぽくない桜ちゃん、うん、桜ちゃんも候補だったらしい。かわいいさ。結構日本人なんかお花の名前にする人とかもいるよね。そうそう、さくらって名前は人気ですね。多い多い。え、すごいよここ。すごい、ここすごいです。すごい、ここすごいよ。あ、今年は近い。あ、謎のクローザきれいでゆうきとこうこも写真を撮るのに夢中写真を撮ってお母さんに送るそうです。そうですね、沖縄は桜があまりないからね。そう、違う種類の。これはすごいわ。この辺でよく良さそう。ゆうき3人で写真撮ろう。撮ろう。